こんばんは、増田裕二です。久保野乃です。 ABC プロデューサーの常若五郎です。この番組は様々な業界で活躍する人をゲストにお迎えしたり、最新のエンタメ事情についていろいろお話しするラジオです。はい、早速ですが今回は常若五郎さんキャスティングのビッグゲストがいらっしゃっております。五郎さんのお師匠さんでもあるあのねのね原田信郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。原田信郎です。よろしくお願いします。五郎さん、はい、お師匠さん登場ですよ。いやもう本当に今もうこの気持ちをねどう表現していいか分かんないんですけどね、はい、もう緊張しているのと、はい、すっごく嬉しいのと、うん、なんかもう目見て喋れない感じなんでやねんな。どういう経緯で、ね、出演していただけたんですか。まあ、もともと自分が学生時代に、はい、芸人になりたくて、はい、で、縁がありまして信郎師匠のところに弟子入りして、うん、で今は立場が違うテレビの人間なんですけども、まだ師匠のいろんなイベントのお手伝いもできるかなとかいうこと で最近ちょいちょいねゴルフ一緒にお付き合いいただいたり、お食事お付き合いいただいたりとかしている中で、まあ、自分もこんな喋るチャンスがあるん でイベント告知含めていかがですかみたいな声掛けをさせていただいたという感じですね。いやせやからね、この五郎がこうやってラジオをやってるっていうのもびっくりしたしマイクの前で喋ってるっていうのもびっくりするし、なんかすごい嬉しいような、はい、ねびっくりしましたよ。いやもうめちゃめちゃ照れくさいというか、ほんまもうなんでしょうこれ今日はちょっとね普段の自分ではないトークになると思いますけど、皆さんよろしくお願いします。そうそうなっちゃいますか、ね、これはね師匠の前ですから、はい、もう、はい、さあというわけでスカウトラジオ、これから30分どうぞお付き合いください。増田裕二と久保野乃香のスカウトラジオ、AM1008 FM933 ABC ラジオでお送りしています。増田裕二と久保野乃香のスカウトラジオ、改めましてこんばんは、増田裕二です。久保野乃香です。常若五郎です。そして本日のゲスト原田信郎さんです。よろしくお願いします。いや声若いですよね。声が若いです師匠、ま、声若い、はい、そうですか。いや全体的に若くないですか。若いです。70ですからね。もういやびっくりしたんですよ。コキですよコキ。だんだんね骨がね、うん、音がするようになってきましてね。えコキコキ。まあ、そんなんも言わなあかんよ。はい、松田くん、はいね、はい、ののかちゃんもね、はい、頑張ります。結構私はアホ、うん、アホなので。アホなん、はい、ののかちゃんでね、僕は思うのはののかちゃん、のの様っていうのがあってね、うん、僕保育園の時にお寺の保育園に行ってたんですよ。はい、でお坊さんの女性のお坊さんが園長先生だったんで、ほんでみんなで行くと、みんなで朝ね歌を歌うんです。はい、のの様は、口では何にも言わないが、あなたのしたこと知っている、知っているって怖い歌でしょ。いや、これ怖くもなんともないです。のの様は、あなたをいつもそばにいて守っているよ。見守ってるよ。見守ってるよ。で、のの様は、もしあなたが悪いことしたらダメだよって、人が見てないからって言って、悪いことしたらダメだよっていう歌なんね。それから、のの様、ののちゃんって言ったらね、僕はもうすぐのの様を思い出すんでね。それから今もののちゃん見ながら、手を合わせて。やめてください。もうおかしいですそれはもう。ということでちょっと一旦原田さんのプロフィールをね、プロフィール、僕もプロフィールあるんですよ。はい、はい、お願いします。はい、原田信郎さんは1951年に京都で生まれ、京都産業大学法学部在学中に1年先輩の清水邦明さんとあのねのねを結成しました。はい、まあ旅館のアルバイトをですね、することになりまして、そのきっかけが彫刻で鶴瓶、うん、はい、鶴瓶が僕は同級生で、おで落語研究会に同じクラブに入ってたんですよ。で
鶴瓶が2年生の時にもう学校を辞めて諸葛師匠のところに弟子入りするということになって、うんうんうん、その時に鶴瓶がやってたアルバイトがありまして、それが旅館の、修学旅行生が来るんですけども、京都にいっぱいね、はい、そしたら布団引きとか、うん、あと皿洗いとか、はい、お膳運んだりとか、そういうのをやって住み込みのアルバイトしてたんですよ。そのアルバイトを紹介してくれたのが鶴瓶だったんですよ。俺もバイト辞めるから原田俺の後行かへんかって言って、でそこに行きまして、でそこで清水邦明さんと出会ったんですよ。その旅館で三木藩旅館というところで、三木藩旅館、はい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 、そこで布団引きとかね、そういう住み込み で、はい、そこから学校に行ってたんです。あ、住み込みだったんですか。はい、だから僕法学部だったんで、六方全書とかを枕にして寝ながら、はい、でそこから学校に行って、でまた学校から帰ってきて、うん、まあ、クラブとかやって、それから帰ってきて、でまたそこでアルバイトをすると、そういうのをやったんですよ。だからきっかけは清水邦明さんと出会ったのはそこの旅館のアルバイトで出会ったんですね。へ、なんか偶然的な出会いですよね。偶然ですね。まだありますよ、はい、1973年に赤トンボの歌で歌手デビューをし、うん、日本優先大賞大衆賞を受賞いたしました。大衆賞といっても体のね匂いじゃないから、はい、さすがに一般大衆に認めてもらったっていうことですよ、はい、そして原田さんは持ち前のソフトで温かいキャラクターを生かし、テレビ、ラジオの出演、CM、ナレーション、講演会、ソロライブ、イベント司会などでマルチに活躍。また2004年からは特技の書道を生かしてシンガーソング書家、ショッカーとしても活動しています。なんかかっこいいですね。これまあ、書家って言うんですけど、うん、ショッカーですからね、はい、ショッカーショッカーいいっていう方ですね。え、いいっていう方、分からないんちゃう。のの様、のの様は分かってるじゃん。僕は多分ギリギリ知ってるんじゃないですかね。知ってるぐらいだと思うんで。本当ですか、うん、ショッカー。52歳の時に顔面麻痺になりまして、はい、でまあ、ラジオの朝の番組をですね、4時起きで6時から生放送っていうのを1年半続けてやってたんですよ。月火水木金と。へー、そうすると睡眠不足になって、はい、それでまあまあ病気もしたことなかったんで、まあ、舐めとったんですね、はい、やっぱり寝ないとダメなんですよ。で体をまあ壊してしまって、それで顔面麻痺になって、それで治すためにずっと1ヶ月間仕事を全部キャンセルして、病気を治しますんで休みをくださいって言って、だんだん治ってくると元気になってくるじゃないですか、はい、でも仕事になかなか戻ろうと思っても違う人が僕のラジオをやってたりとかするんですよね、うん、1ヶ月って決まってたから、うん、だから暇で暇でしょうがないから、うん、今まで時間なかったのに、うん、こんな余った時間なんか絶対なんか有効に使いたいと思って、そうやと思って、それで書道をね、はい、またやってみようと思って。子供の頃からおじいちゃんがね書道の先生だったんですよ。あ、そうなんですね。で墨を吸ったりとかして、うんうん、筆で書いて漢字を教えてもらったりとか、そんなんしてたんですけどね、それを自分なりに好きな字を書こうということで、でそれが皆さんが面白いって言ってくれて、先生なしでやってるから。あ、そうなんですか。すごい自由なんですよ。こんな自由なものってないなと思って。でもいい趣味ですよね、本当に。ありがとうございます。うん、だから五郎とはゴルフにいたりとかするけど、ゴルフって言っても絶対一人じゃないでしょ、はい、みんながいたりとか、はいはい、野球もそうやし、で僕テニスも好きだったんですけど、絶対誰かがいるじゃないですか。確かにそうですね。一人でやっぱり自分に向かい合ってできることっていうのを発見して、これがね自由で楽しくてしょうがない。まだ僕の書いた字を見てほしいなと思います。ぜひ見させてください。見たい見たいですよね、のの様にね。ののさん、もうちょっとやめてください。やばい、
自分もあのテレビ局に入ってスポーツの仕事したりこういうバラエティの仕事したりすごく忙しい時期が長くて、うん、師匠ともこうなかなか会えてなかったんですけど、うん、師匠がその書道の個展をやれはるっていうその案内をたまたま見つけてそこ行ったら師匠に会えるんちゃうかと思ってあの時にすごく久しぶりにお会いしたんですよね。そこからちょくちょくお会いできるようになって、はい、またこう書道がまたこう縁を戻してもらったみたいな、はい、そんな感じがします。嬉、うんうん、しいですね。そしてまだありますね。まだまだ、はい、あのね、まだ半分ぐらい。そうですね、はい、70生きてますからね。70歳まで来ましてるからね。はい、ちょっと続けさせていただきます。はい、そして昨年デュオあのねのねで1979年に発表した猫にゃんにゃんにゃんが TikTok でバズり再び注目を集めました。うん、はい、これ私も知ってますし踊らせて本当にいただいて本当に知ってるんですか。はい、うん、いや、こうやってね、若い人が知ってくれてるんですよ。うん、これね、もうほんと、40年前の曲やからね。はい、いや、もう、すごい TikTok でもう一時期ずっと出てて、はい、みんな踊ってました。うん、あの、上半期の、去年の上半期の、はい、ベスト10に入ったんですよ。いや、そうなんです。ずっともう、ブームが去らなくて。去らなくて。はい。そう、みんながね、自分勝手に振り付けをつけて、猫にゃんにゃんにゃんを歌って踊ってくれてるんですよ。びっくりしましたね。そうですよね。いや、師匠からも相談ありました。こんな今なんか世の中で流行ってるみたいなんやねんけど、どうしたらいいやろう言うて。そうそう。いや、これもう師匠乗っかっときましょう言うて。そうやったな。そうなんです。そして70年代、80年代のテレビ、ラジオを司会者として盛り上げたレジェンド MC としてもおなじみです。そう、はい、あのモノマネの番組とかね、うん、はい、その司会とかやってたんですよ。はい、さあ、じゃあちょっと、今までにはないプロフィールで曲へ行こうと思うのは今までなかったんですよ。あ、そうなん。今まで絶対プロフィールやっていろいろ質問して曲行ってたんですけど、はい、もう時間経っちゃって曲行っちゃいますね。最初に経歴がね、はい、もう初です。もうプロフィール終わったらもう曲だったっていう、はい、さあ、というわけでここで一曲お送りしたいんですけれども、今夜のゲストの原田信郎さんに選んでいただいた曲ですので、曲紹介お願いできますか。いや、それはこれしかないでしょう。そうですね。はい、聞いてください。あのねのね、猫にゃんにゃんにゃん。ニャンニャンニャ、犬ワンワンワン、カエルもアヒルもガーガーガー。暗い夜空もこの目があると猫が言い出せば、宇宙怪獣ヘイキと犬が吠える。僕のジャンプ力とカエルが鳴けば、ああ私の羽もよとアヒルが叫ぶ。最高最高、みんな準備はいいか。あいい言葉は、あいい言葉は、あいい言葉は。猫にゃんにゃんにゃ、犬ワンワンワン、カエルもアヒルもガーガーガー。これで全部か、みんな揃ったか、他にいないか。サルキャッキャッキャ、ヘビニョロニョロニョロ、ジャイアントババもオープープー。お送りした曲は
あのねのねで猫ニャンニャンニャンでした。これだからね、TikTok というものを僕知らなかったし、でバズるっていうことも知らなかった。ある日ね、そうやって言われてね、バズってるよとかって、あ？って言ってたんですけど。だからこれ僕28歳の時に作った歌なんですけど、だからそれが今ね、40年経ってこうやって若い人たちになんか面白いって言ってもらったのがすごく嬉しかった。からありがとうっていう感じですよね。ということで、じゃあ続きをしていきましょうかね。はい、はい、大学生でコンビを結成した経緯っていうのは、はい、先ほどおっしゃってたみたいにバイトで出会って、偶然的にね、そうそこでなんで一緒にコンビを組もうっていう風になったんですか？僕がアルバイトでね、バイト代ってあるじゃないですか、はい、それが隣の旅館でアルバイトしてる学生たちが100円値上がりしたんですね、はい、でうちの旅館もそうしてもらおうと思って、僕が代表でおかみさんにお願いしに行ったんですよ。100円隣 の, 旅館で100円値上げしましたから、うちもお願いしますって言って行ったんですよね。そしたら、いや隣は隣、うちはうちどすって言わはったんです。へーとかって言って、上げてくれないんですか。そしたら、明日の朝僕らストライキを起こします。だからアルバイト生がね10人ぐらいいてね、10人が仕事しなかったら大変じゃないですか、ね、そうですね。いやそれは困るから、分かった、100円値上げするから、お願い、ちゃんと明日の朝も仕事やってって言うかなと思ってるでしょ。はい、あそうって言って、原田君あんたクビやって言われて、困ったなと思って、旅館クビになりましたね。なんかアルバイトしないと僕家賃払えないでしょ。そうですよね。そうでしょ、学生アパートの家賃払わない、払えないわけやから。困ったなと思ったら、清水邦明さんがビアガーデンで歌を歌うっていうアルバイト探してきたんですよ。へえ。ほんで原田とかで歌を歌うアルバイト探してきたぞって、歌誰が歌うの。いや俺とお前が歌うんやとかって言って、もう何でもいいから曲作れって言って、で作ったのが魚屋のおっさんの歌だったんです。魚屋のおっさん、それをバイトで初めて歌を歌うバイトでやったらドッカー受けまして、それからあのねのねっていうおもろい二人組がおるっていうことで、河原町にあるビアガーデンにお客さんが来るようになって、でラジオに出てみないかって言ってラジオ出してもらって、ほんでテレビに出ないかっていうことで、ほんでレコード出さないかっていうことで、そこでトントン拍子に話がいってね、あっという間にもうどうしたのっていうぐらいなことになっていったんですよ。あ、じゃあもう本当にどんどん膨らんで膨らんで、そうそうそう、話題になってお仕事に決まったってことですね。そう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 。もうビアガーデンの時にもうあのねのねっていう、もう名前で出たんですか。名前でね出てたんですよ、でも僕はもっと真面目な歌を歌いたかったんだけど、いや原田、まあ真面目なのはな、後から歌ったらいいと、とりあえずつかみが大事やっていうことで、お客さんをつかまなあかんっていうことで、それでそういう面白い歌を、だから魚屋のおっさんの歌っていうのは、歯車に手を挟まれたギヤとかですね、魚屋のおっさんが死に寄ったギョとかですね、こういう歌なんですよ。それは空き缶の叩いて、カン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 、そうです。で魚屋のおっさんがやけどしたアジとかですね。これが受けましてね。あ、でもそれすごいですね。そこから、だからね、あっという間に100円でね、必死になって賃上げしてくださいって頼んでたやつが大金持ちになっていくんです。そっか、それがでもそうですよね、その100円の賃上げ要求をしていなかったら、もしかしたらそのビアガーデンに行ってないから、そうそうそう。だから僕をクビにしてくれなかったら、僕は今いないかもわからないっていうことでしょ。そうですよね、賃上げでね、クビにしてくれたからなんか違うアルバイトを探していったわけやから。笑福亭の鶴瓶さんもメンバーだった、らしいんですよ、ね、そうなんですよ。だからあのねのねで最後はね、清水邦明さんと僕と2人になりましたけども、はい、それまでは、
鶴瓶もいまして、はい、あのねのねの中に、はい、鶴瓶の奥さんも、うん、あのねのねの中にいたんです、うん、あ、そうなんですか、そうです、そうです、驚きですよね、ちょっと。え、4人でやってた、4人でやってた時やったんです、うん、鶴瓶はあのバックダンサーで、あ、そう、バックダンサーだったんですか、はい、あの髪の毛でね、あの昔髪の毛があのふさふさしてたんですけど、はい、アフロヘアの、アフロヘアで、はい、それであのひょっこりひょうたん島とかね、はい、ああいう歌を歌ったりとかして、ヤマハのポップコーンまで出ました。え、あ、そうなんですか。ちゃんとしたあれでしょ、大会でしょ、はい、ちゃんとした、まあ、僕らの頃はライトミュージックコンテストって言った頃ですけど、それから中島みゆきさんとかね、はいはいはい、ああいうのがグランプリ取ってあのスターになっていったじゃないですか。そうですね、ねえ、それがねだから全然違う方向、ね、はい、違う方向から行ってしまったんですレコードの出し方が違ったんですね、ちょっと違いますよね、うん、すごいですね、はい、すごい、いや、世の中巻き込んでね、うん、であの赤とんぼの歌っていうことですよね、はい、もう1枚目からブレーキされたんですよね。そうなんです。あ、この曲、あ、変わってきましたね。いや、すごくないですか、1枚目でボーンっていくことなんてもはやゼロに近いのに普通でしたら、うん、ちなみにこの歌がもう何週も続けてこうずっとランク1位がずっと続いてて言われてますけどね、うん、これがね、あの優先大賞の大衆賞を取ったのは、うん、そういうことですよね。でベスト10の、オリコンの3位まで行ったんですよ、うんうん、すごいですね、こんな曲が。いや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 。でもこういう曲ってあの、うん、インパクト結構大事にされてるイメージなんですけども、うん、どうやって曲作りってするんですかね、うん、曲ですか、はい、だからやっぱりあのヒントはあの落語、はい、研究会に入ってたんで、まあ、落語っていうのはギターとか弾かないですけど、うん、音楽じゃないけども、うん、小話をさっき言ったみたいに歯車に手を挟まれたギアとかですね、はい、あれをじゃあ楽器で使ってやってみようとかって言って、どんどんギターで歌にしてやろうということになってきましたね。うん、いやでもそのアイデアがまた面白いですね、うん、アイデアが、アイデアが、はい、だから今までね人がやらなかったことをやろうっていう具合には思ってましたね。でもやっぱり人がやらないことをやるっていうのが、うん、まあ、難しくもあると思いますけどね、その勇気というか。だからね、誰もやってないから誰も何も言わないんですよ。あ、好きなようにやったらいいだけでだ、それを好きなようにやったのが、まあ、たまたま、うん、そういうのがヒットになっていったんですよね。当時そのお笑いコミックソングをね、うん、あの歌ってる二人組が、うん、あの武道館でライブをやったじゃないですか、うんうんうん、あの言うたらもう最高峰の場所で、うん、あのこうお笑い芸人の立場で あそこの舞台に立ってるっていうのが、うん、僕らも衝撃でしたけどね、なんか、はあ、だからね、お笑いでも学校行けんねやって思って。そうだから大学生の時のなんていうかな、思い出作り、うん、そんな感じでやってましたね。だからずっとできるっていうことは全然考えてなかったし、大学生の時にちょっとあの休学届を出して学校休ませてもらって仕事をうわーってやってたんですよ。ほんでこれは卒業しなあかんなっていうことで卒業もして、それでどっか就職しなあかんなと思ったけども、もう無理でしたねその時にはあの金銭感覚がおかしくなってた。いや、そうですよね、そんな若いね時からすごい売れちゃって、うん、そうだから本も出したんですよ、今だから愛される本、はい、あのねのねっていうのを出したんですけど、これが80万部のベストセラーになったんですよ、すごい。でちゃんと僕らは書いてたから、自分たちで、だから印税も入るんですよ、はい、でレコードの印税も入るでしょ、はい、ソーラーも学校に1年間戻ってる時に僕ジーパンのポケットにいつも50万ポケットに入れて、いつも100万持って歩いてました。すごい。でもそんなおかしいやろそれ、変やろ、ダメでしたね。いやいやいや、ああいう時期は。うん、でもそこからもうあのねのねが50周年を迎えたんですよ、はい、すごい、おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。そして6月にはね、50周年ライブもやられるんだとか、はい、ちょっと告知を改めてお願いいたします。あ、そうなんです、はい、まあ、40周年っていうのをやったんですけど、まさか
50周年のコンサートができるとは思ってなかったんですよね。それを今度はやらさせていただきます。でやっぱりどこでやるかっていうことですけども、これはやっぱり2人が出会った京都やろうということで、京都のポント町かぶれん城というところがあるんですけども、皆さん分かりますか、あの鴨川踊りとかをされる芸妓さんとか舞妓さんたちが踊られるあの舞台で、あのねのねがやるんです。日にちは6月の24日の土曜日です。ちょっと先なんですけれども、開演が16時で、チケット、前売りが5,000円、税込みでございます。で全席指定でございます。で当日は5500円ということで、お申し込みお問い合わせは今から言うところにメールをしてください。はい、あのねのねだから、これお願いします。はい、これののかちゃん得意なんですね。はい、いきます。ANONENONE1973 @gmail.com ですね。で、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で、何かわからないこととかありましたら電話をください。06-6399-3500 です。こちらの方まで、お電話をください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これね、ぜひ皆さん来てください。一応当日の設定もありますけれども、これ前売りでもう売り切れてしまうと思うんで、皆さんお早めにお問い合わせください、はい、お願いいたします。ありがとうございます。増田裕二と久保野々花のスカウトラジオ。スカートラジオエンディングのお時間になりました。はい、今日は原田さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。もうめちゃくちゃ面白かったです。結成までの道のりとかね、意外でしたので。そうでしょ、びっくりしました。びっくりしたでしょ、はい、もうそんなやついなかったですよ芸能界の中で、ね、これもまだまだお話聞きたいんで、来週も師匠にも来てもらいましょう。これね、いいんですか、来てもいいんですか、私たちが言う言葉じゃないですかね。さん、またコンサートのお知らせもさせてもらっていいですか。ぜひぜひ、よろしくお願いします。また来週も来ます。よろしくお願いします。ということで、来週も今週に引き続き原田信郎さんをゲストに迎えてお送りします。ここまでのお相手は増田裕二と久保野々花と常若五郎と原田信郎でした。それではまた来週。バイバイ。